まあね、近現代史の最初の一節が、絶対王政期ってね、絶対王政期なんだけど、まあ、絶対王政ってのは、要するに絶対王政、絶対的な王様がいる世界だな。その絶対王政は、18世紀から10世紀、19世紀の半ばぐらいまでだったな。俺も覚えてる限りで。で、その時期ね、市民革命が起きてね、王様をトップとしたカースト制度ね、王様がいて、奴隷がいてっていう、そういうのをぶっ壊す市民革命。それまで奴隷だった人たちが、いわゆる民主主義を掲げて市民革命を経て崩壊したんだ。ぶっ潰せたんだ。絶対王政を。で、近代市民社会が誕生するわけなんだけども。で、まあ、歴史はその、ナポレオン戦争についてはネットで調べてください。ナポレオン、いちいち説明しません。ナポレオン戦争に伴うナショナリズムね。愛国主義の勃興が始まる、勃興によって、まあ、要するに愛国主義が始まってね。で、19世紀半ば以降、統一国家が次々に誕生したと。今度は近代市民社会から国民国家、国家というものが、そういう時代が始まる、国家が誕生するという時代が生まれるんだな。で、まあ20世紀に入ってから、様々な国民国家、国家がね、様々な国家が植民地支配争奪戦を繰り広げる帝国主義の時代になっちゃうんだ、この逆になってね。国が、国家は、アフリカとかアジアとかね、ヨーロッパの国々が、帝国主義のような時代になっちゃって、植民地争奪戦を始めて、それが二度の大きな世界大戦となった大きな原因なんだな。この時代の苦難、まあ、これらの、今まで話した、ものすごい長い深い歴史の中で、その苦難や疎外の中から、多くの優れた思想家や哲学者が、国際社会や国際構造のより良き、あるいはより良きあり方について模索し始めたんだよ。苦難の時代にこそ真の優れた勇者が生まれるってね、まあ、そういう話なんだけども。別にもうどん底の世界だからこそ、もうどうにかしなきゃいけないわけじゃないか。弱い人は何もできないけど、強い人間こそね、そういう人は結構いるんだよ。もうどん底、今まで話した歴史を辿ったように、そういうどん底の中から這い上がろうと、頭を使って、体で覚えて、体で学んで、体と頭を使ってね、多くの思想や哲学を生み出していくという、そういうチャンスなんだな。実はどん底の時代というのは。まあ、今の日本はね、なんで伸びないかと。失われた50年目に突入してるのかな、60年だか70年だか知らないけど、このまま行けば100年行くんじゃないか。一流企業なのに勤めてね、一般的には。ほとんどの人は一流、いい大学を出て、いい会社に入って、経済的に豊かな生活を送って、ということ、みなとみらいとかね、豊洲とかね、豊洲じゃないや、なんだ、東京湾岸とか横浜とかの、すごい高層マンションに住んで、で、自分だけが幸せな、自分の家族だけが幸せであれば、それでいいと。その連中は、依然として、この国のエリートのほとんどでしょ？だから、この国の教育現場におけるほとんど人間たちの感覚がそれなんだな。結論から言えば、そういう感覚を持つ人間たちに勉強してもらったら、むしろ大変迷惑なんだよ。そのいい大学出て、いい会社に入ってね。で、東京湾岸とか、みなとみらいの高級マンション持って、高級マンション購入してね。自分だけが、自分の家族だけが、自分の奥さんや子供だけが幸せであれば、それでいいじゃないかという、いわゆる勝ち組とも言うのかな。古い言葉で言えば、ちょっとね、古い言葉で言えば。そんな連中に勉強してもらったら、迷惑なんだよね。出世してもらっても、いい会社に入ってもらっても。で、結論から言えば、今のところ成績が悪くとも、
優れた心や志を持つ人間たちの知恵と知識をどこまでも伸ばさなければならないと。これは以前のスピーチでも何度も言ってるけど、自分のことしか考えない、自分の家族のことしか考えないね。その人が勉強してもらっちゃ困るんだよ。出世してもらっちゃ困るんだよ。日本全体、世界、強いては世界全体が困るの。たとえ今、中学、高校、大学で勉強ができ、成績が悪くともね、優れた人間としての志を持っている人々の知恵と知識をどこにも伸ばさなければならない。それが教育の本当の姿なんだよ。ともかく、革命児や異端児は、苦難や疎外の中から誕生する。昨今再び、最近ね、再び世界はどうなってしまったんだと嘆く人々が多いけど、それをチャンスに変える人間こそ真の賢者なんだよ。以上だ。